ていただきましてありがとうございます。今日またね、あの地方通りは、まあ、もう解除されてましたけれども、朝起きましてみましたら、日本橋で走ってるわとかね、走っておりましたけれども、やはり東京にいると面白いもんで、あ、向こうは天気が雨なんだとかね。僕も東京なんですけど、練馬という、まあ、なんていうんですか、人のと離れたところですけどこちらとちょっと温度差があったりしますけれどもね、そんなことがありましたけど、まあ、33回目 の、 あの今回は本当に、9月の5日でやりますよとチラシを配ろうかなと思ったら、もうすでに完売させていて、まあ、もちろん席数をあのこういうふうにしておりますんで、それにしてもそのなんていうんですか、チラシができて配ろうかなと思った時に完売してるなんて、こんなねチラシがもったいないそんなことないんですよ。こんなにありがたいことはないんですよ。だから今日も満杯になっちゃって、まあ、11月の分は作っちゃいましたけれども、なんかね、そのなんか嬉しいじゃありませんか、本当にありがたい話でございまして、まあ、皆さんもそんな気はなく予約してくれたのかもしれませんけど、こちらとしては大変に、嬉しく思っているわけなんです。もう今日の来るのが待ち遠しくて待ち遠しくて、昨日気が済みました。ありがたいございます。この回は長唄を4曲聴いていただくという回でございまして、なかなかね4曲1つにやる、だいたい演奏会って3曲ぐらいな感じですけどね、4曲やろうという感じでございますけれども、おはよさんが入れて、今聞いて、今日聴いていたのは藤娘、それからマカショウ、イロクサ、秋のイロクサ、ミワカジシト、この4つでございます。藤娘聴いていただきました。さて藤娘っていうのはなかなか演奏会で弾くことはないですよな。まあ、僕も聞いたことありません。演奏会でやったこともございません。で皆さんもつまりは聞いたことはないわけです。見たこともないわけですよ、藤娘を演奏会でやる、ね、これ必ずもうこれはもう日本舞踊であり、歌舞伎でありということでしかやりません。もともと長唄っていうのはそういうふうに所作ごと、ね、まあ、舞踊といいますか所作ごとのために作られている曲でございますが、全てにまあ舞踊が踊りがついていると言ってもいいわけでございますが、まあ、藤娘なんか代表曲でございますね。もう全員が多分ここにいらっしゃる方は全員が藤娘さんの大きな松というんですか、あそこにね、たっぴらの六代目菊郎さんの演出のあの藤娘さんも思い出すし、玉三郎さんが踊ってるとこも思い出すみたいなことがあるのかもしれない。藤の精が出てきてというね、まあ、ストーリーはよく分かりませんけども、ああ、生きてこない、いや、よく分かんないわけで、分かってるんですけども、まあ、説明するのは面倒くさいわけじゃないですか。なんちゅうんですか、藤の精があっちゃこっちゃになるっていうことですから、綺麗だなっていうことでいいんだと思うんですけどね、藤の精。文政9年、1826年ですか、9月。これは、まあ、あの4代目六三郎さんですね、まあ、作りました。これは、まあ、藤娘、ざっと言いますと藤娘って何かというと大津絵ですね。大津絵っていうのは近江の国の方の、あの大津絵っていうあの面白い漫画みたいなね、あれが要は道中のお土産として配ってる大津絵がいくらでもあって、その大津絵の題材の一つとして藤娘っていうのがあって、まあ、要は それを題材にした曲であるということがなんとなく皆さんが分かっているから、あとは綺麗な素敵な人がね、踊ってるっていうのが一番ね、藤だから何となくスラッとしたのですね、たぬき娘みたいなのがいるからスッとしたシュッとしたね、ここで打ってたような人たちがね、あの踊ったりなんていう感じで、まあ、そういう藤娘。それでまあ今日はね、藤音頭っていうのが入った。これがね、入れ事があるんですね。これがね、イタコさんって青森県の方にもいらないですよ、それこう霊を呼んだりするイタコじゃなくて、イタロの方ですね。ちょっと見なあれ、そっちの方のイタコっていうのを入れることがある。それと藤音頭って入れる方がある。これは藤音頭っていう方が長いです。で、長くてあのこう派手なんですよ、お箸が入ってますでしょ、あの金打ったりなんかして、あれをね、コンチキって言うんですよ、ね、コンチキって覚えてなかったね、腹立たさなコンチキ少年って覚えてるんですよ、コンチキコンチキって鐘をね、簡単だったあれがいいんですね。あれはね、そのだから影でこう打つのかなと思ったら、こうあの藤娘っていうのは踊りでやっても出囃子でございます。要はあの長唄の人たちとこうお囃子さんが舞台に出てるやつで、舞台に出てないやつもあるんです、黒水の中でやる。でも藤娘の場合は出ておりますんで、出てコンチキもこの舞台でやるという、なかなか高校の時期を舞台で見ることもないんですが、黒水の方でやって音だけ聞こえるってことありますけどね。でこれはなんか面白いですね。それは縦鼓はやらずに、この大川と脇鼓でこの時期をやるんだそうです。で、ああなるほどそうなんだなと、縦鼓の高根ちゃんが休んでたから、ああそうなんだなと思ったら、うち娘2杯やります。2回目はこの時期ではなく高根ちゃんが打つ、鼓でポンと打つっていう、こう
か2回やると変わってるわけですね。まあ、気をつけませんでした。もう1回やるかな。まあそういうふうになってる。でこれがね面白い。古典芸能は2回返すときは必ず2回違うことをやるっていうのはお約束になってる。お歌なんかでは、まあ、あんまり2回同じメロディーを歌うってことはないですが、あったとしても少しメロディーを変えるとか、こう、なんていうか、ここでこう言うんだけどもうちょっと後に言おうとかっていうふうにこう変えたりなんかするっていうのは、なんていうかね、この江戸長唄の特徴でございますが、古典芸能の特徴かもわかりませんね。全く同じやって、同じやって、やらないっていう感じ。いや、まあ、そのセンスがどうもなってね、言われたりするんですけど、何をいけないんですかって言ったらそれっきりなんですけど、まあ、そういうことでもない。そういう藤娘。それが藤の姓。ありまして、これから聞いていただくのは、マカーショ。マカーショ、官僚行きの姿見という本の題がありまして、マカーショっていうのは、マカーショ、マカーショっていう、まあ、なんですか、マカーショってなんだよっていう、人の名前でもなんか、なんか、よいしょみたいなことでね、どっからしょとか、そういうのは。マカーショ、マカーショと言いながら、これは元人坊主です。僧の格好をして街を流していた大刀芸人。ね、これは分かりやすいですね。そうすると、なんとなく、うん、ありますね。人から要は金銭をもらってやる。これが1820年、先ほどの宇宙船が1826年、その6年前にできた曲で、1820年というと聞いてきませんけどね、これは2代目作詞でございます。作詞さんは今7代目になっておりますが、マガシを作った2代目作詞は一気にマガシを作った有名な方ですね、で4世作詞というのが、まあ、いろんな黒塚だとか、元ポピュラーサミダイだとかいろいろ有名な方で2代目作詞ね、雲の日おしまいなんか2代目さんに来ちゃったかな、初代だったかな、調べときお前ねって話だけど、今思い出しちゃったもんですからね。それに関して、まあ、この人もなかなか有名な人ですけどですね、それがマガショ。これも2丁、これは2丁1枚、ここのマガショね、この半田正恵マガショでやってみようと思ってます、半田さんに歌っていただく女の方もマガショ歌うのなかなか珍しいんですけど、あのちょっとね、面白そうだなと思って、面白そうってなると、なんていうの、歌っていただきたいなと歌っていただきたいね、そういうマカショも弾いてみたいなと思った。でマカショというのはね、本当にこの普通の人もそうなんですけどね、この三味線曲っていうのは手付けっていうのがございます。この三味線がね、このなんていうかコード弾きじゃないじゃないですか、全部がこうリードギターで弾いてるわけですから、この手付けというんですけど、この手付けがマカショに限るから人によって違うぐらい違うんです。口娘もそうなんですけど、でマカショはもう本当にもっと言うと、マカショはあまりやらないもんですから、ポピュラーの曲だとみんなでああって分かるんですけど、マカショはあんまりやらない曲でありながら、手つきはもうなんか自分の所作のところでしか分からないぐらいに違って、人でやるともう弾けない弾けないぐらいに違ったりする。でそれでまあ分けの手つきはしょうがないの、私の弟子ですからね、私の手を知ってるのは分かって、でも半田さんと東音会の人と松永の人がやることはほとんどありませんで、よく僕の手で、正恵さんが歌っていただくというのはご苦労があったんだと思うんですけど、何食わぬ人パッと歌ってしまいましたね。これが芸の力ですね。これが芸の別にその手だって平気でございますよっていう感じでございます。バカショ、これ聞いていただきたい。これがね、これはまた難しいんですよ。難しいんですけど大好きなんです。とにかくもう最初の方がタッタ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 ッタッタ、これを浮き間というんです。浮き間って言って埼玉県ではその本当に浮いている間と書くんです。浮いている間と言ったからタッタタッ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 、それは浮きすぎだよやめてって話になる。で平らだとタッ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 タ、平らじゃないんだ、浮き間なんだよ。その平らに弾いて浮いてるように聞こえるの、それどういうことっていう。普通に弾いてんだけどなんか浮いてるなっていう感じ、浮いてるなってなって、あ浮いてた感じだなっていう感じ。難しいですね。この一番最初の出だしのもう本当に最初の15秒ぐらい、これだけ通り越してしまうとあったなって。それが一番難しい。ここの稽古が1時間か2時間ぐらい、2時間ってことないかな、違うとかね、うちの、まあ、師匠に違うタッタタッタッタ違うタッタタッタ違うタッタタッタ違う、でお嬢さんは弾いてくれないでしょ、何が正解か分かんないな、違う違うって、ね、1時間ぐらいやられたことがありますから、今も合ってるのかどうか分かんないですけど、ね、なんかね、でも大好きな曲で、だから難しいからあんまりやらないっていうこともあ
あるかもしれません。ほとんどが太田の部分です。相方があまりございません。これ任せを聞いていただく。そうすると次に今度はもう、秋の色草、ね、秋の色種と書いて秋の色草というものですよ。この秋の色草、この秋の色草はまあこれは夢、先ほどから言いましたが、長唄というのは所作法と舞踊のために作られているのは常でございますが、それが歌舞伎でうんと流行りました。あの踊りよかったね、この所作法でよかったねって流行りました。そのうち、あれあれ長唄だろって、長唄だけ聴きたくね、聞きたいね、長唄、長唄だけ、長唄だけ聞いて、藤娘だけ演奏してくれるんじゃねえの、任せだけ演奏してくれたらいいんじゃ、それだけで俺たちは映像わかるからさっていう風にして、だん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 演奏だけが流行ってきます。歌舞伎の出てないお師匠さんたちが歌舞伎の休みの間に演奏会やったりなんかして、どん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 長唄が流行ってまいります。そうするとどうだろう、これ今まで発表したやつじゃなくてさ、今度演奏会用に作ってみない、新曲を。そうだよ、新曲作ったらいいじゃないか。おそしたらさ、南部この虎さんのところでいい歌詞があるからさ、これをさ六代目さんに作ってもらおうじゃねえかってんでそんなベラメじゃなかったかもしれませんけどそういうことで南部校のお殿様の、お殿様を作ったっていう説が今まででしたが、その奥様を作ったっていうのが今の新説になっておりますけど、そのおしゃれた歌詞をこのその時の当時の有名な10代目六代目名人でございます、を呼びまして、この歌詞でもって曲を作ってくれ、この次の発表をするから、南部下屋敷っていうのが今度できるからな、そこのところ の, あの下屋敷 の, あのお披露目のところにその曲をやってもらいたい、その作ってくれです。でそれで意地悪をしたというのが有名な話でございまして、途中に変態貧分だりという歌詞がありますね。それはね、なんていうかやらしいおじさんがしょっちゅう出るってことじゃないでしょ変態貧分だりってこの漢詩ですね。漢詩をそこに入れて六代目がどう作曲するのかというのは、南部校がこうね、どうしたのかと思ったらうまくドーンテンテンという前、まあ、大雑魔がかりみたいなことでうまく逃げたというので、これが有名なエピソードになっております、ね、それで南部家の下屋敷っていうのはどこにあるかと言いますと、皆さんピンときますよ、これ広尾の有瀬川公園、あれが南部校の跡地でございますね、ええ、短くなりましたね、有力さんはあそこ行ってみるといいですよ、なんとなく色臭って感じになりますけどね、なりませんかね、まあそうやって、そういう風にできたのが秋の色臭。これはですから鑑賞用の曲でございます。今はつまりこれ鑑賞用の曲が流行ったもんですから、これに振りをつけて踊りで踊ったりってことはします、しますけれども、もともと踊りのために所作のために作った曲じゃなくて、鑑賞用に皆様に聴いてもらうために作った曲でございます。何が違うのかっていうことですよね。他の曲は舞台である、大きな大舞台である、藤娘の若紫にバーンと、もうとにかく大きな声で歌って大きな声で歌ってって、そういうことじゃないですけど、そのとにかく はっきりやる。でもこれは演奏会になりますと、もうこれぐらいの感じでやりますから、なんとかもっと何ちゅうかな、こう早くなってゆっくりになってとか、早くなってゆっくりになって、早くなってゆっくりになってとかさ、これ細かい感じ、細かい感じが伝わりですね。ね、舞台じゃない、大舞台じゃないから。で、ですから鑑賞用っていうのは少しなんかテクニック的にも難しくなったり、なんていうか、うん、この音でこの音を出してみたりとか、なんか少し簡単に言うとマニアックになってる。うん、こんなに売るなかなか踊れませんで、やっぱり聞くだけでもいいですか。なんかちょっとジャズっぽく、通ジャっぽくなってくるわけですよね。通ジャね、感じが違いますよ。ね。ため色の秋、ね、いいじゃないですか、そういう感じの曲でございまして、これには本音があって、上調子、上調子っていうか、上調子っていうのはね、いつもあーって言ってる上調子のことを言ってんじゃなくて、ここに枷というね、自分のものでも枷って言うんですが、枷っていうのをつけて、あの枷よか、枷つけましたから、この上を押さえちゃったら何にも関係ありませんから、下の方の勘どころを押さえて弾くわけですよ、上を押さえちゃいけませんよって、誰も弾かないかもしれないですけど、からこの枷をつけて弾く、で上調子、オクターブ上だったり違うこと言いたり、これもまた三味線の技術でございまして、それが本音と上調子で大歌舞伎1枚平尊さんで演奏してみようと思います。この三味線駅っていうのはね、あの楓っていうのもさありますけれども、その上調子も覚えるわけですね。だから色草、僕も色草も本音も弾きますし、上調子も弾けるわけですね。かつてさ上調子も弾けるし本音も、だからね、三味線駅って1曲で2曲美味しいですね本当に一つだけで一緒にればいいのに、いろんなの覚えなきゃいけないの面白いですね。でもね、うん、でもこれ
最初の頃は大変でました。その猪木さん、猪木さんに弾きなさいと言われて、本音を弾いていいのか、ワイドスを弾いてるのか分かんないから、両方勉強していくわけじゃないですかね。それでお前は上司だとか、お前本音だとか言われますけど、まあ、で今になってみますと、それが全部こなれてきますから、あ、はい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 、ね、どっちでもいけるようになりますし、そういう猪木さんを弾いてみるということでして、これから、マーカーショーと猪木さん、2曲同時に、まあ、お送りできるということはできませんからね、1曲ずつマーカーショーができないですよね。できそうかなと思ったんですけどね、できない。マーカーショーやったらマーク閉めて、また猪木さんやってマーク閉めて休憩でございます。今日はね、ちょっとこぼれます。これからね、マーカーショーが14分ぐらい、それから猪木さんに当たったら25分ぐらいちょっとかかると思いますので、ちょっと、3時15分ぐらいまでになりますから、お付き合いください。それではマーカーショーと猪木さん聴いていただきます。よろしくお願いします。